新女子 100m 競走予選の第5組がスタートしております。真ん中4レーン、真ん中5レーンの選手が誰アバトリアの小野さんと静岡東の長者と白い旗が上がって計測です。この後3名が最後の6回目に挑戦をいたします。